おはようございます。おいでー動物の森。おはよう。今日はちょっと早いんですけど、これからショールームを始めおはよう。今日ね、寝坊する夢見てめっちゃ夢の中で超謝罪してたごめんなさいって言ってた。おはよう、おはよう。夢でよかった。おはよう、おはよう。めっちゃ焦った。あのね、それでね、夢の中でね、なんか寝てるのにショールームのねコメント欄が見えてて、なぜか夢ではあれ来ませんねみたいになってるの寝坊じゃないみたいになってて、いやーってなってる夢みたい。よかった、夢ですよね。よかった。おはよう、おはよう。そうあとね、あのね、あとね、なんかなんだっけ、そういえば香里ちゃん成績も悪かったみたいですよみたいな噂話がめっちゃコメント欄にあるの。そう、やめてって思って言ったら夢だった危なかった。しかもそのね、ショールーム6時半からって言ってたのに、その夢の中では起きたのが7時58分なの。もう終わってるんだよ。やばくない？おはよう、おはよう。セーフ超焦りました。おはよう、おはよう。おはようございます。眠い？おはよう、おはよう。いっぱいおはよう、ありがとう。今日はね、最後の時間帯がちょっとできないのですが、すいませんね。朝帯にすべてを込めてお送りします。すいません。すごい、最初初日もさ、ちょうどできなくて最後もできないって運悪いおはよう、おはよう。頑張って、ありがとう。大変だ、横須賀線停電のためで覚えてんの。え、そうなの？横須賀線の方気をつけ。ペンテンありがとうございます。はなちゃんさん、ペンテンありがとうございます。嬉しい、ありがとう。嬉しい、朝からペンテンをくださるなんて、なんて優しいのですか。ありがとうございます。ペンテンありがとう。嬉しすぎる。よいしょ。さあ、な、じゃ、ね、ちゃんさん、ペンテンありがとうございます。嬉しいです、ありがとう。ありがとう、ペンテンありがとう、朝から嬉しい。おはよう、おはよう。ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとうです。あ、ありがとう、フォローありがとう。100回目ありがとう、ありがとう。おはよう、おはよう。今日は仕事忙しくて2回目見に来れないかも。あ、全然ありがとう。次は9時半から10時半。ごめんね、平日のそのようなお時間に。きっと見れる方少ないかもしれないのですが、来てね。おはよう、おはよう。2度目の方もありがとう。いやね、今日で3月おしまいだね。やばい、早すぎてびっくりする早いよ。おは
よう、おはよう。ね、前この前3月1日になってさ、この前さ3月9日、9日は別に普通の日だけど、あの曲であるじゃないですか、3月9日だったのにさ、もうあれだね、早すぎ。おはよう。明日から4月なので新しい年度になりますね。あっという間すぎる。3月あっという間だったね。でもなんか3月あっという間だったけど長かった気がする。わかるかな、さあっという間だけど長いみたいな。明日エイプリルフール、え、どうしよう、嘘迷うな、何の嘘つこうかな。おはよう。迷っちゃうな、何にしようかな。明日から新学期、お、新学期だ。嘘やめて。わかった。何にしようかな。あ、明日から18歳が成人。マジか。どうしようかな。迷っちゃう。強制が取れました。確かに。それは嘘になんないもんね。どうせ取れるし。確かに。迷うな。おはよう。あ、ピアス開けた。確かに。あのイヤリングしたらピアス開けたみたいか。おはよう。おはよう。意外とね、ピアス風イヤリングね、あのね、なんか、会うメンバーとかね、かわいいって言われたんですよ。だから、意外とピアスに見えるのかも。おはよう。で、イヤリングなんだって言ったらびっくりされる。え、そんなのあるのって。おはよう。フォローありがとう。嬉しい。そう、ピアリング勝手に名付けた。おはよう。あ、髪染めたよドッキリ、それね、一昨年かな、やっちゃったんですよ、すでに。そうやっちゃったんですよ、もう。なのでちょっと、おはよう。これから出勤なんでお先に失礼します。はい、おいしってらっしゃい、頑張ってください。ノンホールピアス、ノンホールピアスって何？おはよう。そう、しかもね、あのね、髪染めましたドッキリはね、あのね、結構、あのね、なんか、びっくりされない気がする。なんか、どんな嘘つくかここで決める。ここで決める。あ、髪短くした、なるほどね。おはよう。おはよう、元気に頑張ろうって思える感じ、素敵ですね。ありがとう、嬉しい、ありがとう。そう、元から明るめだから、もうすでにさ、なんか、そう、すでにね、あの、そうなんですよ。おはよう。かおちゃん眠いよ。おはよう。眠い。そう、前メイクさんが話してて、あれ、ジョロキで染めてないの？あと丸々だけ？みたいなの言ってて、あ、私もって思って。そう、言わなかったけど。私もなんですよって言ったんですけど、そんな感じで多分もうね、おはよう。夜勤明けです、癒される、嬉しい。あ、夜勤明けの皆様こんにちは。おはようだった、間違えた。おはよう。
そう、私もう染めたことになっちゃってるんですよ染めてないのにうんうんうん、おはよう、おはよう。かおちゃんの2000年代一日一押し曲、え、なんだろう、2000年代いっぱいあるよね。だって今も2000年代だもんね。なんだろう、え、ありすぎて無理だ。ありすぎ、2000年ってめっちゃいい曲多くない？ 2000 年代って。おはよう、おはよう、おはよう。ヤンキーと思われていた香りし、そうなんですよ、勘違いされちゃった。おはよう、おはよう。え、なんだろうね、わかんないな。むずっ。なんか人を傷つけない嘘がいいじゃないですか。あと変に期待させないのがいい。例えば「さんま御殿」出演決まりましたとか言っちゃったらさ、ちょっと期待されちゃうかもしれないじゃないですか。で、違いましたって言ったら「ええー」ってなっちゃうから、そういうのがない感じのいい感じのがいいなって思いますね。まあ信じないか、さすがに。そうよ、そんな感じでの嘘がいいよね。おはよう、おはよう、だから超地味な嘘。おはよう、おはようございます。どうしても嘘つきたい。いや、ちょっと SNS とかでやるかなって思ってみた。迷っちゃうな。父ちゃんがイエベでしたびっくりしない。すでに職場の事務所にいました。あ、お疲れ様です。偉いですね、頑張ってくださいね。応援していますよ。100回目ありがとう、嬉しい。どうしようか、なんか考えた、なんか考えますねとか言って、もう明日なんだ。そうだった、1週間後ぐらいの気分だけど明日なんですよね。おはよう、おはよう、おはようございます。髪の毛切りました。確かに誰も傷つかない。アニメの声優主役決まりました期待した、ごめんだろう、こっちだと終われない。どうしよっかな、迷っちゃうな。うん、あ、フォローありがとうございます、嬉しいですおはよう、おはよう。思いつかなかったら、うん、つかないかもしれない。地下鉄から見てるから途中止まったら、あ、全然です、ありがとう。初ホームありがとう、初訪問。ショートにしました。確かにショートにしたら髪変え、ショートさ、もう何年もやってないからさ、どんな軽さ、軽さ変わんないか、体重とか減るのかな減りはしないかな。おはよう、おはよう、おはようです。体重は減らないか、さすがに。めっちゃロングでさ、重かったりしないと減らないか。おはよう、おはよう。昨日ね、でもね、全然話変わっちゃうけどね、メイクさんにね、巻き髪のね話したの、巻き髪練習中って。そしたらね、あの、かおりちゃんの髪は巻き、なんか巻きが出やすいから、すごい練習しやすいと思うよって言われてもらったんですよ。だからね、練習するでもね、そのプラス髪が犠牲になってってるんでしょう。犠牲の髪が多数いるんで、ちょっと気をつけますたまーに練習しよう。ちょっと遅刻、全然、まあ大丈夫だよ、ありがとう。
確かに香里ちゃんのショート見たことない。そう、うち中学校以来ショートやってないんですよ。あ、初訪問ありがとう、フォローありがとう、2度目ありがとう、100回ありがとう。メイクさんの髪で練習。ちょっとメイクさんの髪はできない。そう、しすぎたらね、あのねあれなんですよ、いたんじゃん。ユイディさんにダジャレを教えて。なんで、うん、ハワイで4歳前さ、え、すごっ、めっちゃすごいじゃん、いいな、アロハー。あ、嘘か、嘘を考えてくれたのかな。すごい騙されるよ、それちゃんと結構騙される、うまい、すごい。こんばんは、間違えた、こんにちはだった。1173日おめでとう、ありがとうございます。ちいち73おめでとう、ありがとう。あー、ほんとだ、いい波、いい波乗ってんねーってさ、なん誰のセリフなんだろう、よく聞くよね。やっほー、いい波。何で有名になった？サーフィンの話？え、ペンペンありがとう、ありがとうございます。かずみっちさん、ペンペンありがとうございます、嬉しすぎる、本当にありがとうございます。もうありがとう、できた。はじみっちさん。めっちゃ声が出てる。ペンペンありがとう。私なりのペンギンを描いたんだけど、ちょっと気持ち悪い生物になってしまった。ありがとうございます。嬉しいです。ペンペンありがとう。本当にありがとうございます。うん、ありがたい。ペンギンかわいい。ペンギン触りたい。触っちゃダメなんだっけ、ペンギンって。どっちだっけ、どっちだっけ。ペンテンありがとう。カービィ、確かにカービィ、星のカービィみたい。ペンテンファイルに入れるね、ありがとう。ファイルじゃないね、袋。もうすごすぎて、ありがとうございます、ありがとう、ありがたいよ。あ、ごめん、朝から大声出しちゃった。仕事行ってらっしゃいとウィンクしたじゃん。いや、仕事行ってらっしゃい。待って、ウィンクできない。おはよう、おはよう。ペンギンかわいい、モフモフ、毛が生えてるんだよね、モフちゃん。おはよう。鳥インフルエンザ、なになに。あ、ペンギン触ったらなるってこと、そういうこと、そういうこと。スイカかわいいね、スイカかわいいよね。ウインクできてた、本当ですか、嬉しい、嬉しい。よいしょ。まばたきかと。朝ごはんはもう食べちゃったんですよ。お腹空きすぎて昨日食べなかったの食べた。あ、アビーサイ、アビーサイ、アビーアサさん、お誕生日おめでとうございます。お祝いタイム。昨日おにぎりを持ってったんですよ、そしたら食べなかったんですよ、だから今日の朝急いで食べた。アビーサイ、アビーアサさん、
Happy birthday。ハビアサーさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年にしてください。おめでとうございます。イエーイ。おはよう、おはよう。あ、2度目とか初訪問とかありがとう。あ、100回目ありがとう。すごい、100回。トマト、おはよう、おめでとう。3月31日生まれ。おはようございます。今日ね、早いね、木曜日。そういえばさ、昨日さ、なんかハサミが割れちゃったんですよ。あのさ、眉毛とか切るハサミがなって、なんかそれをめっちゃ、なんか5年生の時にお兄ちゃんにもらったんですよ、ちっちゃいハサミで。使い続けてたら、こっちハサミの持つとこの輪っかの部分がハサミ機の元落としたらポトンって落ちて、もう、あ、こういうことかって思ったどういうこと、なんか使えなくなるまで使いましょうってこういうことかって思って、そうだからよかったって思って捨てましたもう使えないかな。そう、すごくない？そこまでハサミ使ったの初めてかもって思って、そうね、寿命だって思った。14年使ったら壊れたおはよう、おはよう。ね、ちょっと捨てるとき寂しかったもん、なんか、あ、バイバイっておはよう、おはよう。そうだよね、ハサミ壊れるまで使ったの初めてだ。ね、喜んでる。おはよう、おはよう。おはくるす、おはくるす、おはくるす。あ、もう接着剤とか無理だった。もうね、根元からいったよおはよう。多分ね、接着剤持ってないからね、それ買うよりハサミ買った方が安い気がする。安くはないかも、買わないかもしれない。遊びに来た、ありがとう。テープで補修みんな偉すぎでしょ。さすがにちょっとポイしちゃったな。そう、根元からボンボンじゃないの、ポロっていったの、ポロって落ちたんだよ。おはよう、おはよう、ね、100均で買えるから。何年も使っていた鉛筆削り器捨てたら後悔した。あ、そうなんだ、そうなんだ。溶接して修理、すごい天才だ。みんな偉いね、再利用ちゃんとして。ハサミ折れた日何もなかった。そう、昨日ですよ、何もなかった。ちょっと怖かったけど何もなかった。なんかそういうのあるよね。ね、ダイソーで買う、大好きなダイソーおはよう。予兆、そう、あ、手の糞、あれあれならいいや、あの怪我とかじゃなかったからよかったフフ消しゴム最後まで使い切ったから、確かに消しゴム、なんか消しゴムどうだっけな、確かに最後までってむずいよね、言われてみればね。鉛筆なら最後まで使ったことある。いってらっしゃいの投げ中、いってらっしゃい。やっぱ恥ずかしいそう、ダイソーし、や、仕事行ってく、いってらっしゃい。おはよう、おはよう、おはよう。
そう、怖かった。前もね、箸が折れた日にすごいやばいことがあったんですよ。だからそういうの意外とねあるんですよ。だからうわハサミかーって思ったけど何もなかったよかった期待して待ってた、ごめん、なんか恥ずかしい。会社に着いた、あ、ヤッホー、ヤッホーじゃない、お疲れ様です。おはよう、おはよう。恥ずかしがり屋なの？うん、恥ずかしがり、なんかこういうさ、こういうのでなんかウィンクとかさ、チューとか恥ずかしい。ダメだよね、このお仕事でできない。かわいい、ありがとう。遅れて今日何かあるかも。やめてよ、怖いじゃないか。おはよう、おはよう、おはよう。うん、うん、モノマネは恥ずかしくない、モノマネは恥ずかしくない。しかもさ、朝のこのドスッピンでやるのがものすごく恥ずかしかった。だっておえって思われそうだもん。おはよう、おはよう、おはよう。今年年度末ですが会社行きたくないです。だって今年じゃない、今年度末だった、今年度末しか会社行きたくないです。頑張れ、応援してますよ。おはよう、うなぎ、おはよう、うさぎ、おはよう、うなぎ、優しい優しい。目覚ましで新宿を立体オーラビジョンに、ポムポムプリン、オーロラビジョンって何？え、いいな、ポムポムプリンがいるの。おはよう、おはよう。優しい、すっぴんありがとう、優しすぎる。その言葉胸にしまっておくよ、ありがとう、優しい。おはよう、おはよう。今のおはようの言い方、はなかっぱみたいだった。おはよう。おはよう。あ、そう、できなくなっちゃった。意識したら忘れちゃった。おはよう、おはよう。変な名前だ。二度寝するとすぐ起きられる。ね、起きられないかも。あ、起きられるかも。起きられるかも。起きられない。うんうんうん、チョーキ、あ、じゃんけんしてたの、目覚ましさん。今日あなたはチョキだよ。くしゃみ出そう。すっぴんでお話し会ね、多分できると思うよ。なんかね、あのね、握手会だったらね無理だけどさ、あのね、ワンチャンできる気がする。だってなんかさ、あの画面さ、なんかフィルターかかってません？なんか色が、だからさ、肌とか綺麗に見える気がする。でもせっかく来てくれるからすっぴんではしないけど。おはよう、おはよう。どうぞ、オーロラビジョンは大きなモニター、なんかさ、飛び出してくるみたいなモニター、ありますよね、なんか飛び出すみたいな。ドボンのじゃんけん、いつも顔自身に負ける。ごめんね、 AI 顔りがね頑張ってるのかな。そう、立体的に見えるのやつ、立体。うんうん、じゃんけん勝ったので行ってくる。いってらっしゃい、いってらっしゃい。かおりちゃんはいつも優しく接してくれるから大好き、ありがとう、嬉しいです。初訪問ありがとう。朝から見れるなんて嬉しい、ありがとう、そんなこと言ってくれて。おはよう、おはよう。猫が飛び出して見えるやつ、あー、なんかそれテレビかなんかで見た気がする。あれ新宿なんだ。
どこにあるんだろう新宿。どこにあるんだろう。おはよう。ショールームの視聴者の方、チャレンジ桜町まで。ありがとう。嬉しい。おはよう。仕事してくる。いってらっしゃい。徹夜してしまいました。大丈夫ですか？睡眠は大事だよ。ゆっくり寝てね。睡眠は大事だし、バンドさんは大事だし。ね、すごいめっちゃリアル。行きたい。行きたいけどどこにあるか分かんない。新宿でかすぎてわからない。新宿は大きい。あのさ、パンケーキ食べたいっていう芸人さんいらっしゃるじゃないですか。その人が新宿は汚いって言うじゃないですか。なんで汚いんですか新宿って。ゴミが多いとか。おはよう。おはよう。そんなに新宿に行った時そんな汚って思わなかった。別に闇があるのかな。おはよう。おはよう。ハローハロー。おはよう。初訪問ありがとう。こんにちは、こんにちは。あ、人多いからかそういうことか。こんにちは。ポムポムプリンはどうかも。あ、そうなんだ。あなたって面白い。ありがとうございます。嬉しい。え、道端にゴミ落ちてたっけ。どこだっけ。かおりちゃん、歌舞伎町行ったことある。歌舞伎町行ったことない。歌舞伎町ってどこだ。何線。ヘロー、ヘロー、ハロー。歌舞伎町線。そんなのなかったっけ。歓楽街。あ、そうなんだ。歓楽街、歓楽街行きたい。アルタの隣。アルタ、アルタってタモリさんのところ。新宿ゴールデン街してる。知らない。なんで美出しってるの。行きたい。行ったことない。渋谷のセンター街なら知ってるよ。わかりません。何線。カラスのイメージ。そうなの。カラスなぜ鳴くの。カラスの勝手でしょうか。カー、おはよう。おはよう。ナイスガイ知ってる。知らない。グッドガイなら知ってるよ。グッドガイ人形、チャッキー。グッドガイ、チャイルドプレイ、アンディ。チャッキーやめてくれよ。チャッキー、チャイルドプレイ大好き。治安が良くないから行く。あ、そうなんだ。治安悪いの？そりゃ怖いね。東京の地下鉄乗れる。乗れるよ。もちろん。おはよう。おはよう。おはようございます。初訪問ありがとう。ぼったくりバー、ぼったくりバー、ぼったくりバーって何。あ、ぼったくりのバーか。ぼったくりバーって。ぼったくりされるバーがあるってこと。あ、そうなんだ。そりゃ私なんてすぐさ、ぼったくりのバーにさ、ぼったくりにされそう。信じちゃいそう、その値段。あずきバーの仲間。
新しいアイスかと思った。うん、いやなんかアイスが何だろうって思った。東京の地下鉄は銀座線しか乗れない。あ、そうなんだ。え、絶対銀座線乗れたら他も乗れるんじゃない？絶対頑張って応援してるよ、応援してるよ。座っただけで10万。バー行ったことある？え、この私は行ったことあると思いますか？ないですないです。ホームランバー、地下鉄って独特。確かに独特。やばい、なんかくしゃみ出そうになってきたよ確かになさそう。ないですね。おはよう、おはよう、おはよう。好きな沿線の電車は、好きな沿線の電車はどこだろう。マリンライナー、マリンライナー、かわいい、ありがとう。私発音もありがとう。アイスで発売してほしいマリンライナーが好き。昨日の髪かわいかった、嬉しい。発音もありがとう、ありがとう。二度目もありがとう。あのね、香川と岡山を結ぶあの瀬戸大橋ってところをね通ってるの。めっちゃ綺麗なんですよ。そう、このコンテストで使えてませんか？え、全然ありがとうございます。優しい、ありがとう。見てくれてありがとうございます。 Thank you。 おはぎょう、おはぎょう。ぼったくりバーアイス何味だと思う？なんだろう、苦い味苦い味。そう、電車から海が見えるの。めっちゃいい。ほろ苦い、ほろ苦い。おはよう、ハロー、ハロー。ハローじゃなかった、ハローだった。2階建て車両乗ったことない、乗ってみたい。おはよう、おはよう。非常に面白い、ありがとう。さっきも言ってくれた江ノ電乗ったことあるよ。江ノ電は一度乗っておこうと思って。課題の曲覚えられましたか？まだあともうちょっと残ってる。いや、あのさ、立ち位置覚えよう配信にしようとしたけどさ、そしたらさ絶対口ずさんじゃうなって思ってやめた絶対私この曲、この歌詞の時に5番でとか言っちゃいそうだからちょっとやめとく。危険すぎるって思ってやめました。おはよう、おはよう。江ノ島水族館はないです、行ってみたい。ここだけの秘密。本当に、まあ3000人しかいないし大丈夫だよね。3000人に知られたところでバレないよきっと嘘ですおはよう、おはよう。元カレ、そう、元カレあるじゃないですか。なんかあの、それでその元さやっていうのがもう自分の中で残りすぎちゃって、なんかそのワード、知らなかったワードを知ったから元さやっていう言葉、それがすごい自分の中に残っちゃって、もう
間違って元さやですって言っちゃいそうになっちゃう。そう元カレですよね。元さやですって言っちゃいそうになった。元カの元カレかカレです。なんで元カレなんだろう。人格変えちゃう。さや姉さん。インカちゃん。そう、なんか間違えそうな、気をつけよう。ルーマーもね、しばらくね、ルモアーって言ってたからね、発売した時、発売する決まった時、そう、なかなか抜けなくて、最初に覚えた方が。ネモハもルモアーって言っちゃってた、ずっと。曲名間違えないようにしないと。うん、初ハーマありがとう、嬉しい。今何時だ、20分に早く25分ぐらいにランキングしたいと思います。懐かしいよね。くしゃみです。そっか、元さやにしたらダメなのか。ほら、ありがとう。地下に潜ると方角が分からなくて、あ、確かに分かる、分かります。でも意外とさ、なんか親切にさ、めっちゃルートとか書いてくれてるとこもあるから、おすすめ。おはよう、おはよう。昨日も道聞かれたよ、私。道っていうか、なんかどこに行けばあの電車に乗れるかってね、聞かれたの。でもね、英語だ、英語か分かんないけど、何の、どこの国の方か分かんないけど、そう、やばいって思って、そう。あのね、でも、なんかその、どうしようもなかったんですよ。もう、なんかさ、あるじゃないですか、なんかさ、その、向こう岸に、なんかさ、普通の駅だったらさ、大体さ、なんか、その場の階段登って降りたら反対車線行けるけど、なんかそこはなんか、なんていうの、一回出てちょっと道渡ってちょっと、またちょっと距離があってそこから降りないと、その2番線には行けないとこだったんですよ。1番線と2番線みたいな。で、なんか2番線どうやって行くみたいなやったけど、その人はもう1番線のとこに入ってきちゃってたから、これは私は教えられないなって思って、そう、もしあれだったらついていけるじゃないですか。ついていけるけどできないから、もうこれは駅員さんに 言わないと改札でか出れないなって。だから駅員さんに渡しちゃった、渡しました。あの、引き継ぎした、引き継ぎ仕事みたい。そうそう、なんか「ツー?ツー?」って言ったら「おーツー!」って言ってた。おーイエス!こっち!って言って、駅員さんに、すいません、この方、あの、あっち側行きたいみたいなんでって言ったら、あ、わかりましたって言ってやってくれて、よかった。え、マジでここ最近めっちゃ道聞かれる。めっちゃってか2人だけだけど、その前もね、おじいちゃんに道聞かれた。おはよう、おはよう、答えれてよかった。都会に染まった香里ちゃん、そう、染まっちゃった、覚えちゃった。英語むずって思った。ツーツーしか言えなかったんだけど。ノー、ここはノー。難しいよね。でも確かに、だってさ、私たちからしたらさ、まあジャパンだけどさ、あの、海外の方からしたらさ、なんか意味わかんないよな、きっと。文字とかもさ、読めないかもしれないし、すごすぎ。あ、携帯アプリすればよかった、確かに。そうしたらよかった。
ここはの This is no 翻訳こんにゃく国際派の都会っ子に見えるんだねやばい最高じゃん最高すぎるおは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 どうも国際派の都会っ子こと稲垣かわいですよろしくお願いしますイエーイめちゃくちゃやばい自己紹介確かに一生会えない人ランキング入ったかももう絶対道聞かれた人ってもう一生会うことないかもしれないからさ、ね、第65位にしときましょうか昨日の方は明日行っていいの明日だけエイプリルだけね翻訳こんにゃくあったらいいの意外と低い順いやワンチャンさワンチャンさまたいやでも旅行客の方だと無理だけどもしさそこの辺に住んでる方だったらワンチャン駅で出くわすとかありそうじゃないですかいやないかさすがにどうだぞ国際だあ、通訳アプリがあるのか確かにその辺の人だったら道聞かないか確かにねえ、道分かんないですもんね道分かった時がいいですよねめっちゃ嬉しいうちめっちゃ下調べしていくんですよ怖いからもし分かんなかったらなんかネットとかでそこまでの生き方をなんかさ書いてる人とかいるからそれ見ていくそうこの前のはーちゃんたちの舞台の時もあの生き方なんか写真付きで生き方書いてる方いたからそれ見ながら行こうとしたんですけどなんか出口が違ったみたいでなんか結局自分の自力で行かなきゃいけなくて自力で探したらあった難しかっためっちゃそうね出口めっちゃ大事じゃないえだってさ1個出口があってもだいぶ歩いた先にまた同じ駅の出口があってえ駅広みたいな時ないでもね出口間違ったら一回の終わりですねなんかさなんだっけ A 例えば A1 とか A2 とか A3 とか A4 とか B1B2B3B5 でも紙の種類かよってぐらいありますからね。ね、難しすぎる。ね、不安にないよね、いたとこないとこって。噛んではいけない怖い遅刻したら怖いもん大阪の梅田でも確かに大阪とかもねやりこしかった気がする私も今ならいけるのかな当時は、ね、電車とかも乗ったことないからややこしかった東京駅わけわからねわけわからって東京駅から出れなくなったことあるもんだってなんか地下で迷い込んでずっとうろうろしてて泣きそうになった東京のロッカーで入れた場所がなくて積んだあーなんかさ写真撮ったらいいね写真撮ってたらさなんかちょっと覚えれそうあとさなんか大きいさイオンとかのさでっかいスーパーとかの駐車場もむずくないなんとかなんとかエリアの何番車止めた場所わかんなくなってたよくお母さん昔だからうちが覚えてたそうなんか駐車場もむずいでもそれも写真撮っといたそれから店の入り口を撮っとくかでなんかその時ね目の前に青い車いたから青い車の後ろで覚えればって言ったらそんな車いつ出るかわからんじゃろって確かにって思っていなくなったらアウトだって思ってそう複雑だよね
東京駅のロッカーは動物の名前がついてた。あ、そうなんだ。にえ、ディズニーランドって駐車場あるんですか？あるね。ディズニーランドに車で行ったことないかも。そりゃあるか。どこにあるの？駐車場なんて。いっぱい止めれそう。あるんだ、知らなかった。電車としか行ったことない。電車、電車、駐車場は駐車場に貼る。あ、本当に。おはよう、おはよう。電車とでしか行った。新幹線でも、あ、新幹線で行くなら乗り換えになっちゃうか。新幹線、そういえば昨日さ、そう、お悩み相談したの。新幹線で思い出したんだけど、なんだっけ、なんか、ハニハモノって、クックパッドライブさんって、新幹線に、座るの痛いから腰とか、おすすめの座り方を聞かれたんだけど、なんて答えたらよかったかな。みんなありますか？そう、もう私、思いつかなくて、グリーン車しか。もうなんかグリーン車は座り心地いいって言うじゃないですか。だからもうそれしかなくてでもそれ全然アドバイスになってないなって思ったんですけど、どうだ、なんて言えばいいかなグリーン車ってさ、すごいんですよ。私一回だけね、お仕事の時にね、グリーン車取ってくださったんですよ、マネージャーさんが。で、いや、こんなにもすごいのかって思ってびっくりしたの。ふかふかなの。しかも足置きみたいなのもあったし、なんか、なんだっけ、おしぼりとかも出してくれるし、びっくりしたの。すごいって思った。一度グリーン車乗ったら普通車に戻れない。そうなんだ。そうなんだ。そう。ちなみに、普通に一人で乗るときは全然、グリーン車乗らないですよ。高いもん。普通のところ、青いところですからねやばい、昨日勘違いされたかなと思って。私また言葉足らずだからさ、下手したらさ、うわー、いつもグリーン車なんだみたいな思われたかなって思って。そう、違うんですよ、ただの想像のアドバイスだからね広めといてくださいおはよう、おはよう。出勤新幹線すごいね。いつも言葉足らずなんだよね。一言足りなくていつも誤解されちゃうの。あ、23分ありがとう。ではそろそろランキングしていきたいと思います。くしゃみでそう。トップアイドルだからグリーン車で当然だって逆に恥ずかしいからやめてください。逆に乗ってないね逆に嘘つくから、いつもグリーン車なんですよっておはよう、おはよう。明日のエイプリルフール決まり。ではランキングをしていきたいと思います。13位は信行さんです、ありがとうございます。12位は三毛猫アットマークゆたんぽさんです、ありがとうございます。11位はゆうまさんです、ありがとうございます。10位は伊藤さんです、ありがとうございます。9位はアッキーセブンさんです、ありがとうございます。8位は J さんです、ありがとうございます。7位はアリアッチャンさんです、ありがとうございます。6位はイソピョンさんです、ありがとうございます。5位はメドリーさんです、ありがとうございます。4位はリスケルさんです、ありがとうございます。3位はコマネコマニアのじいさんです、ありがとうございます。2位ははなちゃんさんです、ありがとうございます。そして1位はかずみちさんです、ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様です。そしてですね、
かずみっちさん、ペンテン、ありがとうございます。嬉しいです。うん、もう声がすごく立つ。そして、はなちゃんさんも、ペンテン、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。次はですね、ギフトをくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。J さん、かずみっちさん、あいちゃんさん、中川くんさん、ビタワンさん、メロディーさん、キューベさん、メロディーさん、コーポンさん、キューベさん、ガッチさん、ソラさん、キュンちゃんよでさん、ひらさん、ふみおさん、こいこいさん、まえちゃんさん、しょうちゃんさん、トラシャポさん、矢野たけしやとまかわりちゃんはほんとかわいいなさん、かずみっちさん、リスケルさん、メロディーさん、ちょうまこたろうさん、かずみっちさん、のぶさん、だいちさん、こみさん、J さん、いそぴょんさん、元祖ゆってやっとまく花の昭和生まれさん、LL 無反応さん、やまちん、あっとまく須藤組さん、クロロイコールルシルフルさん、さやりんまるさん、ゆうすけお兄ちゃんさん、こまねこマニアのじいさん、ひーちゃん、あっとまくつむじさん、ありだっちゃんさん、新規おやじさん、伊藤さんさん、はなちゃんさん、きゅうさん、ふみおさん、のんた、あっとまく稲垣香織五六ツイート中さん、さとじいさん、うださんさん、だいちさん、はなちゃんさん、ありだっちゃんさん、たかさん、りなさん、きーちゃんさん、伊藤さんさん、地球防衛組さん、ととさん、アッキーセブンさん、しゅうじさん、ふみおさん、としのりさん、きーちゃんさん、のぶゆきさん、ゆうだいさん、メロディーさん、伊藤さん、みけねこあたまきゆたんぽさん、矢野たけしあたまかおりちゃんはほんとかわいいなさん、ジェイさん、ひらりさん、やりみの水博士さん、ジュナさん、あたまくころころさん、ミットちゃんさん、中川くんさん、水族館さん、翔平さん、トキオさん、なめこさん、やくんまめさん、ふみおさん、トロさんさん、ひろゆきさん、あつしあとまくずんかおし、最後は昼休みにもんでみってなさん、まこさん、なおさん、ゆうまさん、ひだかこうじさん、新規おやじさん、月曜のぶたさんです。きっとありがとうございます。朝からたくさんありがとうございます。すぎる、早かったのにありがとう、ギフトとか。ありがとうございます。今日も私のショールームを見てくださったり、コメントくださったり、ギフトをくださったり、本当にありがとうございました。感謝でいっぱいです。あと2分だ。ありがとう。次は、7、8、9時半からなので、もし見れたら見てくれると嬉しいです。お願いします。おはよう、おはよう遅いとか全然だよ。ありがとう、初ホームありがとう。今日お仕事や学校や家事育児など他にもいろいろやることがある皆さん、頑張ってください。応援しています。そして、夜勤明けの方とかはゆっくりと眠ってください。おはよう、おはよう、おはようございます。フリレがまだ、ありがとう。今から、ね、急いで覚えるバーって超特急で覚えます。朝ごはん食べてね、みんな。ありがとうございます。お仕事行ってらっしゃい、お風呂行ってらっしゃい、出勤まで寝る、うん、寝過ごさないようにね。ご存知しない限りは見えます。嬉しい、ちょこっとくらい、ありがとう。ごめんね、次9時半って超見にくい時間で、めっちゃごめんなさい。ありがとうございました。それではあと、あ、来た、30分になったので切っていきたいと思います。ありがとうございました。ではバイバーイ、また後で、バイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。失礼します。バイバイ。